皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログの投資です。今日は中学2年生の数学、グラフの交点の座標、この説明をしてみたいと思います、ね。教科書にはこういう連立方程式が書いてあって、この解をグラフを利用して求めましょう、という問題があります、グラフを利用してということの意味、どういうことかというと、実はこれを直線の式に直して、ね、交わった点、交点、その座標は実は連立方程式の解、ね、これを表しているんです。ですからこれをグラフにしての交わったところの座標がこの連立方程式の答えということなんですね。ではグラフを書くときには必ず y イコールの式に、して、書いていきましょうと。ではこれはマイナス 2y はマイナス x プラス6とこうなりますよね。これを全部をマイナス2で割ると y は2分の 1x マイナス3と。じゃあこちらはというとね、こちら下に書きましょうか。 4y はマイナス 3x プラス8と、全てを4で割ると y はマイナス4分の 3x プラス2と、こういうふうになりますね。よろしいですか。ではこれをグラフにしていきましょう。切片から取りますよね。切片マイナス3ですから、まずマイナス3です。1,2,3 とここから書き始めます。で傾きは2分の1ですからね、2行って1と、2行って1と、2行って1とね、こういうちょっとずれてますけど、こういうグラフですとね。皆さん実際にね、学校の問題とかプリントでやるときにはマス目がついていますからね、それを利用してくださいね。ではこちら y イコールマイナス4分の 3x プラス2と、切片が2ですから、1,2というこの点からですね。で、マイナス4分の3というのは4行って3下がるところですね。4行って3下がると、4行って3下がると、4行って3下がると、これですかね。ということはこのグラフはこう書いていくとちょうどここでぶつかるはずですね。ここの座標というのは x が4で y がマイナス1と、ここの座標、皆さんは、ね、マス目で読んでくださいね。でここの座標は x が4で y がマイナス1ですね。こういう座標ですから、この連立方程式の解は x イコール4と y イコールマイナス1と、こうやって求めることができるんですね。よろしいでしょうかね。連立方程式の解を表して、交点の座標は連立方程式の解を表している、このことを覚えておいてくださいね。では例2に移りますね。x-2y=-28 と 3x-20y+24=0 という2つの直線の交点の座標を求めましょうと。ね、交点の座標を求めましょうと。交点というのは連立方程式の解と同じだったんですね。だったらこれを連立方程式として解けば、その解が交点の座標を表している、こういうことが言えますね。ですからこれを連立方程式として x-4y=-28 という式と、
この24こっちに移動しますね。 3x-2y はマイナス24というね、丸1と丸2の式、ね、こういうふうにできますね。じゃあこの連立方程式を解けばいいわけです、ね、これ解きましょう。Y がちょっとそれやすいので、丸1から、2を2倍したこの式を引いていきましょう、ね、x-4y イコールマイナス28、下は2を2倍するので 6x-4y イコールマイナス48と、こういう式になりますね。でこれを引き算しますね、引き算します。ちょっと間違いやすい人はここを足し算にして、ここの符号を変えましょうね。変えていきましょう。そうすると、ここはマイナス 5x イコールこれは20と、ということはこれ x はマイナス4ですよね。x-4 x は -4 と、ここ出てきましたね。 x-4 映ってるかな。あ、大丈夫、ギリギリ大丈夫かな。じゃあこれを、どちらの式に入れようかな。一部の式に入れましょうかね。x のところを -4 にして引く 4y イコール -28 と、マイナス 4y はマイナス28プラス4と、マイナス 4y はマイナス24、これ y は6というね。 x がマイナス4で y は6というふうになりましたからね、マイナス4、これとこれが座標を表しているということですから、座標はマイナス4と6と、ね、これが答えということになります。よろしいでしょうかね。皆さん、交点の座標、ね、このようにして利用して問題を解くと、どうぞ皆さんこの、動画を参考にして、教科書や問題集の問題に取り組んでください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。